わけで本日はこちら、いつもお世話になっておりますミスタードーナツさんにやってまいりました。というわけで週に一度のお楽しみドーナツビュッフェということなんですけれども、果たして今回はどんなドーナツがいただけるのかということで、もしかしたらこの動画週一でドーナツ食べまくってたら人はどうなってしまうのかというある種ドキュメント的な要素もあるのかもしれませんね。皆様そういった楽しみ方をしてみてはいかがでしょうかといったところで、今日も張り切ってガガガガガガ。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや毎度おなじみお店の外観と中の様子をお伝えするパートなんですけれども、いつも通りだと普段と変わり映えしないかなっていうことで、あんまり撮らなかった部分撮ってみましたけれども、そして人気の堂島ドーナツは売り切れてましたね。果たして今回はどんなドーナツいただけるんでしょうか。それでは現場のタケナガさん、ほいほーん、こちら現場の俺がタケナガで、はい、というわけでこちらドーナツビュッフェ第1弾です。クリームが残ってたっていうのがラッキーでしたね。それでは早速いただきます。まずはね、いつも通りおかず系のねドーナツいただいてやろうかなと思っておりますよ。はい、いつものフラングバン。いや、バイティングがさ、薄くね、いつもよりも温度が高めに設定してあるので、フラングがパリパリで美味しいですね。はい、こちらいつものハルタマの、いや、卵ペーストのマイルドな感じがハムを包み込んで、いや、こっちも美味しいですね。はい、ハムグラタン。はい、それでは堂島ミルククリーム。いや、クリームもたっぷりテンション上がりますね。こちらの生地はエンゼルクリームなどの生地ですね。いや、クリームがふわふわで、これね、チョコクランチみたいなのがサクサクで美味しいですね。はい、というわけでこちら第1弾完食。はい、取ってまいりました。おかわり第2弾。フルーツスティックを中心に普段あんまり食べないドーナツ持ってまいりました。はい、こちらカロリー控えめなまっすぐなドーナツといった感じなんでしょうけれども、めっちゃふわふわ、ドーナツっていうよりかちょっとしたね柔らかいパンかなっていう感じで、ドライフルーツがアクセントになってる、この甘酸っぱい感じが美味しいですね。はい、というわけでフルーツスティックが美味しかったのでおかわりしてまいりました。いや、これが140キロカロリーっていうことでありがたいですよ。はい、というわけでこちら完食です。
というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。そしてまた新たなラインナップ、フルーツスティックなるメニューが登場したっていうことでね、もちもちな食感とともにドライフルーツの素朴な甘さ、私みたいにねドーナツ食べまくったおじさんが最後にたどり着くドーナツといった感じで、いやシンプルで美味しかったですね。思わずおかわりもしてしまいました。であれだけの美味しさでカロリーも控えめだっていうことでね、ありがたいななんて思いましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらミスタードーナツさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ